2020年に開業した東京の海の玄関口、東京国際クルーズターミナルに、東京港としては史上最大の客船が入港しました。コロナ禍を超えて復活を遂げつつある海路の活用は、インバウンド需要の拡大にも影響しそうです。クルーズ船 MSC ベリッシマが東京港に初入港しました。近くで見ると本当に大きいです。全長およそ316メートル、乗客定員は5000人を超える大型クルーズ客船 MSC ベリッシマ。東京港に寄港する客船としては史上最大のクルーズ船です。今日の初入港に合わせ、その内部が公開されました。船内に一歩足を踏み入れると、お店もたくさんありまして、一つの小さな町のようになっています。船の名前ベリッシマはイタリア語で最も美しいを意味していて、船内の至る所でその美しさを感じられます。見てください、こちらの階段、一段一段がきらめいていて高級感が漂っています。船内の中心にあるアトリウムには、一段につき640個の宝飾を散りばめた6つの階段があり、ベリッシマの美の象徴ともなっています。さらにエンターテインメント施設も充実しています。中には大きなステージも備えられていまして、ショーが行われるようです。見てください、バスケットコートまで、もう充実していて船の中にいると思えないですね。他にもクルーズ客船としては定番のカジノやウォータースライダーを備えたプールなど、船の長旅を満喫するさまざまな施設があります。船内で行われたセレモニーには、船長や都の職員などが出席し入港を祝いました。長年計画していましたが、やっとこの日が来ました。ただこれで終わりではありません。私たちはすでに秋に向けて新しい計画を立てています。東京港への寄港はもともと2020年から計画されていましたが、翌年の新型コロナ感染拡大の影響で先延ばしになり、今回4年越しの実現となりました。客船は今日午後10時に港を出発し、中国上海へと向かいます。東京国際クルーズターミナルについて詳しく見ていきます。このターミナルは2020年の9月に誕生しました。ただこの時にはすでに新型コロナウイルスの水際対策が始まっていまして、オープンから2年半、国内のクルーズ船のみの受け入れとなっていました。しかし国内にあるクルーズ船は2隻のみということで、なかなか活用ができていなかったんです。そして去年の3月、国が水際対策を緩和したことで、国内外合わせて49回の寄港を受け入れることができるようになったということなんです。これは新型コロナ流行前に受け入れた36回という寄港数をすでに上回っているということで、これからさらに多くの観光客を受け入れることが期待されます。